佐藤三郎6月24日から1938年8月19日は日本海軍の軍人。最終階級は海軍中将。福島県出身。旧日本末藩士佐藤健三の三男として生まれる。1906年11月、海軍兵学校を自席で卒業し、翌年12月に海軍少委任官。海軍大学校で、 おつし学生、同専修学生として学び、墨田乗組、矢作分隊長、秋津島公会長、第三艦隊参謀、練習艦隊参謀などを経て、1918年11月、海軍大学校を主席で卒業した。以後、アメリカ駐在、アメリカ大使館付武官補佐官、横須賀航空隊付、軍令部第一班第一課参謀、県参謀本部員、 米国出張、霞ヶ浦航空隊副長、海軍省軍務局第一課長、欧州出張、役も艦長、横須賀鎮守付付などを歴任し、1931年12月、海軍省省に進級。霞ヶ浦航空隊司令、海軍航空本部技術部長、剣道本部総務部長、 第一航空戦隊司令官などを経て、1936年12月に海軍中将となる。その後、海大校長、軍令部出資を歴任するが、1938年8月に死去した。妻は、横山正康の娘で、百武言語は、義兄となる。異色の提督、百武言語160ページ。ありがとうございます。